はい、続きまして本題の、やめ。はい、皆さんこんにちは、大須雲丹です。本日はですね、私の、カバンの中身を、紹介していきたいと思います。まあ、なんで、カバンの中身を紹介しようかと思いますと、まあ、結構コメント欄で、見たいっていう、方がいらっしゃったり、まあ、あとルーちゃんも、撮ってたりしてたんで、自分もちょっといろいろ紹介していきたいと思います。1つ目が、会社用、2つ目がルーちゃんとデートする時用とか、大体2つのバッグ、使用しておりますので、その2つも紹介していきたいと思います。まず1つ目がこの会社用のバッグです。これどこのブランドかというと、竹の菊池という、ブランドです。で、なんでこのバッグ使ってるかと言いますと、これリュック式になってるんですけど、すごい持ち運びがいいです。で、ここがクッション式になってたり、してるんで、非常に使いやすいです。なんか今日本ではこういった真四角のバッグが会社用のバッグとしてすごく流行してます。こうやって横ハンドルっていう、こういう横からこうやって掴むタイプのが昔流行ってたんですけど、それを縦にしてリュックにするっていうのが今、日本では流行となっております。してます。ドアマで松本潤がああいうの使ってたから、めちゃくちゃ流行った。そうそうそう、これも実際ここ、こうやって外してこれ中に入れるんですよ。こうやってね、よいしょ。これも実際こうやって中に入れてシュッとやって、こうやって横ハンドルとしてこうやって使うことが可能です。あともう一つ、結構自転車通勤する方がいるんですよ。その自転車通勤するときに前のカゴに入らないって時があるんで、その時にリュック式にしちゃうと背負ったままチャリが漕げると、自転車が漕げるという利点があります。はい、続きまして本題のカバンの中身の方、紹介していきたいと思います。まずこの前に出てる方のチャックの中身から、紹介していきたいと思います。まずはですね、まあ、これ香水ではないんですよ。どこのアンチョリーってとこのフレグランスボディミスト、フルールパルシェの匂いなんですけど、まあ、これ結構甘めの匂いで、結構女の子の、女子受けがいい、匂いとなっております。ルーちゃんも好きって言ってます。まあ、あと、結構日本は通勤時間が、みんなと被るんで満員電車になることが多いんですよ。で、満員電車って結構、まあ、匂ってくる方とか、まあ、実際いるんですよね。で、それ自分は結構嫌で、で、自分は結構、匂いに、気にしたり、してます。で、続きまして、これもね、ボディバターフロステッドベリーズっていうボディクリームなんですけど、これザ・ボディショップの、これは結構イチゴっぽい、匂いがして、まあ、これも、女子っぽい匂いって、言われてます。まあ、これも、体につけて、いい匂いをさせるものなんですけど、肌荒れが自分ひどいんで、これは常に持ち歩いて、つけれるようにしてます。最後はこの、ハンドクリームなんですけど、見えるかな、はい、これなんですけど、まあ、ボディクリームだけでいいんじゃねえかって思う人もいるんですけど、まあ、なんでこれ持ってるかっていうと、まあ、これはルーちゃんが、僕にプレゼントしてくれたものなんで、まあ、これは自分は愛用してます。で、結構これココナッツのいい匂いがするんで、まあ、ハワイとか行きたい人はココナッツの香り、感じたいと思うときはこれ買ってハワイを感じるように、できるんで、買ってみてください。続きまして、こちらの方の中身紹介していきます。まずキーケースですね。この中に、鍵、入れてます。あ、これ携帯充電器ですね。結構、まあ、自分あんまり使わないんですけど、念のために、いつも持ち歩いてます。と、あと、それを充電するため用の、線、まあ、これ名刺入れなんですけど、名刺入れの中に、キャッシュカードとか、入れてます。自分一回財布を、落としたことがありまして、財布の中に免許証とキャッシュカードを全部入れてたんですよ。で、その時にお母さんに言われたのが、まあ、分けたら万が一落とした時にでもこっちのキャッシュカードと免許証だけは残るんで、最後に、こちらの一番大きい、ファスナーのところの紹介していきます。まずは、パウダースプレー、こちらの方、入れております。
まあ、こちらも、匂いを気にしてなんですけど、仕事行く前に木とか、汗の出るとこに、かきとけば、一日中匂わないという、優れものなので、これ皆さんおすすめです。まあ、あと暑いんでタオルいつも持ち歩いてます。折りたたみ傘、これルーちゃんとお揃いのものなんですけど、まあ、これもすごくちっちゃくて持ち運びいいです。名刺入れと同じぐらいのサイズなんで、本当に、ちっちゃくて使いやすいです。財布ですね。こちらはルイ・ヴィトンのやつですね。 iPad これはまあ基本仕事用で、使ってるんですけど、まあたまに YouTube 見たりとか、研究したり、で使ってます。以上がこの会社に行く時用のバッグの、中身の、紹介でした。続きまして、自分が日常的にとあと、デート用で、使う用のバッグの紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いします。よいしょ。はい、続きましてプライベートの、カバンの中身紹介したいと思いますですけど、ちょっと時間があれなんで、もし見たいと思う方は、コメントしてください。コメントしてくださったら、パート2として、プライベート用の、撮っていきたいと思いますんで、皆さんコメントよろしくお願いします。はい、皆さんいかがでしたか。自分のカバンの中身紹介するのって結構恥ずかしいものですね。結構、皆さんと、違ったり、まあ、同じだったりするようなことがあると思うんで、もしよかったら、そういうのをコメント、で、送ってくれると、自分も見ますんで、コメント打ってくれると、すごくありがたいです。なので、コメントといいねとあとチャンネル登録、面白いと思ってくださった方は、できればよろしくお願いします。あといつも、動画見てくださって、ありがとうございます。 See you next time! バイバイ。ルーちゃん、ルーちゃん、ルーチャンネル登録よろしくね。チャンネル登録以外のおすすめの動画はこちらです。